違う状態を生み出す源に皮肉にもなったんです。山の尾根まで実はそれが影響したり、体を取ってここを押さえただけで指先がつぶれてきたりするわけです。心拍で考えたら大した距離じゃない、体ぐらいの比率の縮尺で考えると、こうやったら指先がおかしいっていうのは、下の中流で止めるとこの辺りにみんな影響してくるんです。全然人の感覚からするとあんなところまで影響するはずないじゃんって思えるけど、俯瞰して縮尺でちゃんと自然科学してやると全然そうじゃない。